はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。以前の動画でパイナップルでお肉を柔らかくする検証をしました。その時にたくさんの方からマイタケもお肉を柔らかくしますとコメントをいただきました。今回は実際にマイタケでどれくらいお肉が柔らかくなるのか検証してみます。それでは早速やっていきましょう。